店内で全然違うよね、でもね。違います。こんなもんなかったもん。なかったです、なかったです。そこもグランドでしたもんね。普通にさ、爪入りだったよね。爪入り、いや、あの、ブレザーじゃなかったよね。どっちでしたっけ。覚えてない。あれ、ブレザーじゃなかった。ブレザーじゃないよ。あ、爪入りだ。爪入りだよ。爪入りでした。うん、はい。イエーイ、イエーイ。動画だから止まんじゃねえよって。で、部活何やってた。部活、全部帰宅部ですよ。やっぱな、北幕は帰宅部だよな。俺でも最初、弓道部入ってたんだね。なるほど。それは初耳だな。これが多分、こっち側があの体幹だったんですよね。あ、そうだ。多分今、こう上がってって、こっち側が体幹だった。いや全然でも変わっちゃったもんな。そうですね。体育館が、うん、体育館そっちだっけ。向こうだったんです。あっちか。ええ、そう、その向こうにも出口があって、うん、その体育館でね、俺が高校3年の時に学園祭があって文化祭があって、うんうん、彼を初めて見たの。おお。でね、彼のね演奏がすっげえ上手くてね、ショックを受けたんだよ。いやいやいや。まあそれは後々ということで、西山拓司の、YouTube チャンネルです。3000人突破記念。おそれ、うん、本日は僕の高校の先輩に見れるけど実は後輩です。あの小野瀬くん、クレイジーケンバンドの小野瀬くんをお迎えして、はい、横浜、なんか僕はさ、はい、ずっと東京に行かなかったんだよ、はいはい、やっぱり地元愛が強くて、はいはいはい、小野瀬くんはどうなの。あの僕45までは住んで横浜住んでたんです。あ、今違うの。今ちょっと愛がないな。都民です、すいません。そうか、はい、じゃあダメな今日の企画。、はい、まあ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 、はい、でもまあね、あの、はい、お互い横浜が大好きです、はい、今日はディープな場所に、はい、どの子の YouTube チャンネルを見ても、はい、こんな特集やってないっていうやつを本日はお送りしたいと思っております、はい、よろしくお願いします。お付き合いいたします。じゃあ、はい、早速行きたいんだけど、はい、どこに行くかっていうとね、はい、小野瀬くんってさ、はい、まあ高校時代、中学時代、はいはい、楽器ってどうしてたの。どこで買った楽器は、ね、横浜にヤマハがあって、うん、そこで買ったり、あとはね、あの友達のお兄さんに譲ってもらったりとか。ああ、なるほどなるほど。そんなこんなで。そうなんだね、はいはい、いや俺の時はね、もちろん楽器はあったけど、はい、なんだろうな、予算がさ、はい、だって将来的にそれを真剣にやるかどうか分かんない楽器に、はいはい、何万円もお金は出せねえやと思って。なるほど、なるほど。1万円ぐらいの範囲で考えると、はい、いわゆる二項通販、はい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 、トーマス・トムソンがあったでしょ、はい、あれかもしくは質屋でギターを買うっていう選択肢だったんだよ。質屋なんかで買わなかった。僕は買ったことはないですね。本当は、はい、覗いたことはありますけど、なんか、いや俺持ってるギターのほとんどが質屋で買ったんじゃないかなっていう質屋マニアなのよ。はははで今さ、その質屋ってまず若い子に聞くと、質屋って何ってまず言うと思う。あ、はいはいはい。でいや僕らアラカン世代は意外に結構ね、お宝、意外にお宝があったりしたんだよ。だからそこですごく好きでよく行ったんだけど、だからね、まあそんなディープな場所ちょっとご一緒しませんかっていうことで。わかりました、はい、ではでは、はい、ついてきます。この行く後ろ姿かなんか、ちょっとね、ロケーションをブイーン。大丈夫？あの、音を湿度買い入れ。ってないな、ここ行ってないな、駅の方行ってます。そうそうそう、駅。あ、そうですよね、生麦の駅。あ、はい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 、分かった。ほら、うん、普通来たことあるんですか。行ったことあるんですか。
でも多分その昔米林君が来たとして、はい、店改装する前じゃないか。多分そうだと思いますね。こんな感じじゃなかったんで、多分違うと思います、はい、大宮さん、もう僕のギターコレクションの20本ここで買ってるんじゃないかなっていうぐらい、よく買ってるよ、はいはい、とりあえず入ってみますか。はいはい、行ってみましょう。こんにちは。こんにちは。あ、こんにちは。はじめまして、お邪魔します、ね。よろしくお願いします。先日お話したように、すいません、はい、動画を撮らせてください。まず、やっぱこの今置いてある物を、すげえなんか、わ、俺すでに欲しいやつがあるんですけど。え、いや、やばいな、これ。ほう。あるねですか。一本一本取ってってくださいね。一本一本がなかなか入らないよこれね。この角度だと。これってこれだろう。これすぐ売れちゃうんじゃないかな。え、ちょっとご主人様、はいはい、あのこのギター見せてもらってもいいですか。結構。これ復刻版ですよ。復刻版なの。うん、ここまで出てんだね。あまりにも綺麗すぎる。あと今ちょうど手に取った、それもちょっと見せて。これフレッシャーだ。フレッシャー。エースフューリバデル。すごい。25,000円なり。ああ。このディタッチャブルネックが泣かせるよね。ああ、取り外しだ。うん、僕の最初のデスクもそうだったし。ウェストミンスターの、いやいや、そうだよね、メイドインジャパン。ウェストミンスターならいいじゃん。俺なんかトーマスだったから。いやいやいや。懐かしい。これよく演奏だった。やりました。空洞かなとか言ってさ、はいはい、これちゃんとなんか埋まってると思う。あ、結構ちゃんと重たいじゃないですか、うん、あ、それもいいけど、俺やっぱこっちの方が気になるの。おお、復刻版でもまあすげえ、でも注意になってみる。ああ、へえ、俺やっぱこっちの方が好きなんだよね。はいはいはい。なんかまた増えてますね。カスタムショップ製のテレキャスターもあります。おお、お、これあれじゃん、だるまじゃん。あ、すいません、これありがとうございます。こいつもちょっと見せていただいていいですか。これヤマハの。お、ほんとだ。いや、これ絶対 すぐこの動画をアップして取り合わせあると思うけどな。うん、違う、うん、俺もずっと欲しいやつなんだよこれ。その前に俺が買ったりするこれこれ。ああ、元気でした。うん、これなんだっけ。一応 SG って名前なんだよね、確か。ああ、実物見るの初めて。いや、俺もそうだな。やっぱ SG だね。うん、SG ですね、これ。へえ。一応まあ78,000という金額がついておりますが、でもこれ見ないよね、なかなか。見ないです。本当にお目にかかれるとは、うん、思ってもいませんでした。いや、まあまあまあ、ありがとうございます。すごい、うん、これもありがとうございます。いや、やばい、俺が買っちゃいそうだ、本当に。すごいですね。こんな感じでいつもさあるんだけど、こういうお店って今もう見ないん、はい、昔ほら質屋さん覗いたことあるって言ったじゃん、はいはい、こんだけの量ってあった？ここなかったと。だから2、3本あって、そうだよね、だいたい質屋さんで2、3本ギターがあるっていう感じが主流でさ、うん、で、俺だから初めてこの店を高校卒業したぐらいの時に、うん、ある人に、まあ楽器メーカーの人だったんだ、きっと、うん、
あの鶴見のこの辺に面白い質屋さんあるぜって言って言われてできたの、うん、さあこんな感じになってさもうびっくりしたよ。だから本当アラカン世代はね本当俺の世界は違うかもしれないけど俺自体結構質屋さんで、うん、こう楽器のギターの振り出しも探したっていう世代なんだよ。だから本当にね嘘じゃなく僕のねあの50本のコレクションの中の20本はねこのお店で買ったりとか多分そうだと思うんだよね。1本増えるかもしれないですね。いや1本あれやばいよねやばいやばい、この間なかったんだよね。なるほど僕から出したんだ。いやいやいや、でどうあの顔は映んない方がいいですよね。映んない方がいいですね、うん、ちょっとお店の方にねまず質屋さんってどういう、多分若い子に質屋さんって言っても分かんないと思うんですけど、うん、簡潔に何かご説明いただけないでしょうか。簡潔は結局品物を担保にしてお金をお貸しするという、うんうん、だからそれが別に楽器じゃなくても、あ楽器じゃなくても、うん、あの時計でもそうだし、時計、指輪、うん、バッグ、うんうんうん、絵もそうだし、すごい場合、まあ、絵を扱ってるところは、まあ、少ないと思うんだけど、あ、うん、あと服とかはどうなんですか。服は昔ですね、だから昔はもう服はたくさんあって、背広とか和服とか、うん、でも今は扱ってるところはあのほとんどなくなってしまう、うんうん、昔ね、エレキの神様の寺吉武さんがフェンダーのギターをね、あの基地の人間からどうしても欲しくて、ニコ4のバイトをして、ニコ4のバイトって知ってる？知らないよね。254円のバイト、時給そういうのがあったらしいの、はい、まあ多分重労働の、はいはいはい、あれだったんだろうけど、それをやって、それで最後質屋さんに自分の持ってる服をあれして、最後パンツまで脱いだっていう伝説があって、本当かよとかね。うん、それでフェンダーのギターを手に入れたっていうね、そういう伝説があるんですが、だからどうしてもね質屋さんっていうとまずそのイメージが俺の中にインプットされちゃってる、うん、でも一番最初に買ったギターはやっぱり俺もさっき言ったけどフォークギターのね、うん、3000円のフォークギターだったんだよね、うん、それは僕の実家の大口七店だったかな、わ、うん、かります、わかります、うん、今オスコっていう名前じゃないかな、あそこ、うん、いやそうですね、うん、そうあそこで買ったんだよなと思って、いやでも僕もう何年ぐらいやられてるんですか。ここですか、うん、ここは昭和27年ぐらい、うん、27年、計算ができない。1952年、もうすぐ70年、うん、うわー、でいつからこういういわゆるエレキギターを扱うようになったんですかね。それはね、いつだろうな、30年、30年ぐらい前、うん、いやもっと前でしょ。いやもっと前かな、うん、だって30年、僕が高校生の時であったから、その時でもう40年、うん、いや僕ね、ちょろっとね、うろ覚えしてるのは、友達がやっぱここに来て、あのお金を借りて、そうすると、ここの店は、あのよその質屋さんよりも、そのギターとかを高く買い取ってくれる、あの買い取ってくれる、貸してくれるか、うんうんうん、まあ良さげな査定で、あれそうなんです、あのここは査定がいいからここへ持ってきてたって友達がいたはずです。なるほど、そうなんだ。よそだと5000円しか貸してくれないところ、ここ多分2万円ぐらい貸してくれたって。多分あのなんかあのフェンダーだとかそういうのを見ても、うん、あのよそだと全然フェンダーなんですよって言ったら、うんって全然分かんないけど、ここ持ってくればあの少しはそのブランドが少しは分かって、ブランドで、そうだよね。だから昔さ、だからなんでね僕ら質屋さんをすごく狙ったかっていうと、やっぱりそこまでのすごくこのメーカーのこれはめちゃめちゃ価値があるんだっていう、そこまでやっぱり難しい判断が分かんないところがあったんじゃない、うんうんうん、だからね、でたまにで質屋さんってその例えば
ギターがあるでしょ、それをもし定価が分かったとしたら、それの何割とかでやっぱりその貸したりとかしてたんですか。その査定ってどういうあれで。まあ一応相場表というのがあって、まあそこにまあ値段が書かれてるんだけど、まあその相場表っていうのはあの定価の何掛けというような書き方をしたりね、だから3掛けとか 25% とか、だからそのなんていうかな、古いもんだから高いとか、だからそこまでは書いてないわけですよ。だからそのヴィンテージとしての値段じゃなくて、あくまでも普通の中古品の値段。なるほどなるほど、だからね、今だったらもう60年のストラトとかもとんでもない金額になっちゃうけど、それもでも当時20いくらだったんだろうね、当時さ、まあ20万以上で売ってたとしたら、それがまず目安になってる。だからどんなヴィンテージを持ってっても、何千万するヴィンテージを持ってきても、志村さんだと査定が、あ、じゃあ2万円でとかそういう感じになっちゃう。ただ昔はあの新品の値段も高かったですよね、やっぱり外国のもんは、今の倍ぐらいにしたような覚えがありますね。だからね、フェンダーとかギブソンなんて買えなかったもん。そうですそうです。だからそれが土屋さんに来ると自分が手にも届きそうな金額になってるから、だからね、夢のねお店だったんだよ俺にとっては。なるほど。そこにいつでも試走ができるようにシールドが準備されている。そうそう、すごい、ね、すごい、もう電源入ってるよこのでもこれプリンストンとかさ、あとあっちのミュージカルとかやばいよね。非売品ですもん。そっちのミュージカルもいい。そう、これはもう80年頃のみじゃないかな。これすっごいいいよね、本当に。でもよくよく見たらヤマハのこのセミアコも結構フルアコなの。SA 昔の。あ、SA セミアコだね。4万円。何気にしっかり先頭にマーチンだしな。しかもこれすげえ状態いいな。いらっしゃいませいやいやD35 がこの値段だったら、いらっしゃいませだな。でも隣のヤイリが1万5000円っていうのもいいんだけどな。そうそう、だから結構目移りしない。そうこれはね、ヤイリじゃなくてヤスマなんだよ。あ、本当だ、ヤイリじゃない、ヤスマだお客さんダメですよ、ね、危ない、超危ないでもこれも、あ、でもそうでもないか、やっぱトップ材だな。こっちのマーチはすげえいい材だな。でもどうですか最近、本当にこういう楽器の流れは。楽器の流れはないですよね。ない、あの持ってくるお客さんが少なくなっちゃう、うん、ああそうなんだ、いなくなってしまう。僕なんかほらコロナ禍で結構みんな家掃除したから、それで持ち込んだ人とかいるのかなと思ってたんだけど、そうでもなかったですか。そうでもないですよね、っていうのはやっぱりみんな今ハードオフに持ってちゃう、でだから質屋さんのあれが分かってないっていうのもあるし、すごいよね。でもどうしてこんなギター多くなっちゃったんですか。まあ結局親父があのギターに力を入れたわけですよ。まあ普通質屋ってのは、ギターやってなかったな、そんなに力を入れてる店がなかったんで、だからうちはギターでやろうと。なるほど、やっぱそういうあれだったんですね。そういうあったんだけど、他の質屋もやっぱりギターをやったところもあるんだけど、場所取るんですよ、ギターでと場所取らないですもんね、これね指輪だったらここに、ね、たくさん置けるんだけどもうギターは場所取ってしまうんだ。だから、いや、やっぱりあんまりやろうという店は多くない、なるほど、考えてみればその通りですね。いや、でもどうしますこれ、もしこの動画で問い合わせが殺到して全部売れちゃったらまた新しいの出ますかね。ああ、それは出ますよ何本ぐらいあるんだろう。まあかなりありますね。お、
やばいな、その回転狙いかよって俺結構見飽きちゃったからそろそろこれなくなってくんないかなと思ってた。そうなんだよね。いやでもいつ見てもなんかね、もう高校生の頃に戻っちゃう、うん、ここに来ると、うん、でもありがとうございました、はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございました。本当に すごいですね、こんなに質屋さんにあるなんて。あ、もうね、結構ローカルな商店街で、もうすぐ駅の方まで突き抜けちゃうんだけど、うん、ほとんどシャッター閉まっちゃったの、うん、シャッター商店街だね。なんか昔は賑わったんだろうなって感じだよね、うん、これあれですよね、あのちょっと一人で来たらまた会っちゃったりして一人で来て、あれ見つかっちゃったっつっていやいやいや、さてここからちょっとだから僕はね、あの、はい、最近見つけた、はい、やっぱり楽器扱ってる、はい、こんなシチューあったのっていうのを見つけちゃったの、はい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 、そこ行ってみようよ。わかりました、行きましょう。